こんにちは、こんばんは、安室です。今回は心はクラフトパート15かな、15やっていきたいと思います。で、あの前回に地図をね作って、この後ろの方のね、あの海を越えた向こうの陸地をちょっと旅しようかなというふうに言ってたんですけど、あのいろいろとこう鉄とか石炭とかをこう集めてて、ちょっとねすごいところというか、うわここの先ちょっと怖いぞっていう洞窟のねを見つけちゃったので、そこにそっちの方に今日は行こうかなと思います。もうねそこを見た瞬間によし次回はここ行くって決めちゃったんで決めちゃったから、今日はちょっとね怖い洞窟のその先へっていう感じで行きたいと思うので、今日は洞窟探検に行きたいと思います。では行きましょう。あ、いや違うこっちの洞窟じゃなくて、こっちじゃなくて向こうだ。やっぱね鉄が少なかったんだよね。鉄が少なくて、まあ最低でもワンスタックはまあ欲しいところ、まあ鉄だとワンスタックじゃ少ないかな。まあ鉄をね取ってて、そこプラス、おおめえか、それプラスまあ石炭も集められたらいいかなっていうので、 F ちょっとこうしとこう、いいかなっていうことで、まあ行ってたんだけど、ここまだねこう行ってないところとかあるじゃない。あとこう行ってて、あここ松明つけて行ってないんだな、じゃあここ先行こうかなみたいな感じで、こう洞窟探検をねこうのこほーんとしてたわけよ。そしたらまさかのまあねバイオハザードみたいな感じのとこがあって、バイオハザードって言ったら俺が実況始めたてのやってましたね。だから他のね実況とかもねやりたいんだけどね、あれどこだったっけ、あこっちか、やりたいから、まあ、次やるとしたらそうだねバイオハザードやろうかなとは思ってるんですけど、ここの比較的ね、でいきましょう、比較的近かった気がするだけど、意外と怖い感じも、奈落の底みたいなね感じのとこあったから、渓谷なのかな、あれは渓谷なのかな、ね一応マークはつけたから、先まで行って、あったあったあった、あそこね、ここ砂のところに、砂じゃないわ、土のところにマークつけてあるんで、ここの先です。あー落ちちゃった、落ちちゃった、危ない。よしでは行きましょうか。ここを来てしょっぱな、まあここは普通なんだけど、ここは普通なんだけど、まあこっちもちょっと見て、向こうも見たんだけど、ここはねここまでしか行ってない、その先はまだ行ってないんだけど、ここ見てください、ここ超怖い、これとか、なんかちょっとパン食っちゃうけど、ここめっちゃ怖いから、ほら、うー怖え、これ怖い。あのね昔のねバイオハザードの実況で、チャッチャ兄さんとか出てきたんですけど、バイオハザード1あれか、チャチャ兄さん、走ってセーフ、あれは1かな、まあ、それをね思い出すかのような、これちょっと落ちてみたいなっていう感じはあるんだけど、聞こえる、水の音聞こえる、水の音は向こうの音かな、まあ、落ちてみても面白いかもしれないんだけど、うわー怖っ、これなんかほら渓谷っぽくはないよね。え、どうなってんだろう。あ、でもあれ見えるな、あ、水だった。ちょっと降りてみていいですか。降ります。うわー怖えー、これ怖えー、この画面で降りるか、うー怖っ、いや、行きますね、行くわよ、よいしょ、うわ待って、よし、誰かいる、うわ待って、ちょい、危ねえ、危ねえよ、危なくてほうつっちゃって、これいいっすか、雪まそう、これ噛むんだよねっていう言葉も噛んだけど今、雪ましょうぞ、まあ、あるよね、ありえる言葉だよね、それね、少女って言っちゃうんだよね、雪ましょうぞ、行くぞ、
あー、ダメ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 、絶対危ない絶対危ないこれ。いや、おかしいじゃんこれ、なんかおかしいじゃんこれ、怖いじゃん。ほい何もないじゃん、何もないじゃん、ないよね。あ、でもこの先ちょっとありそう。今日はね、もう心変わりってのはちょっとおかしいけど、これをちょっと見に行くっていうのにも決めてたから、前回の動画撮り終わった段階では、でもね、チャプンチャプンさっきから音聞こえるんだよね。撮った段階ではよし探検行くぞと思ってたんだけど、海ね、越えて探検行くぞと思ってたんだけど、ここね、発見しちゃったから、ちょっとここの先行きたいわと思っちゃって、もうこの気持ちになっちゃったから、良ければもうこれでね、これで終わってほしいっていうか、今回も近場で終わらしたい。もう心がこうなっちゃったからね。なるほど。ってことはな、何こっちの先の下もここか。あ、なるほどね。ってことは終わり終わり、終わりかよこれ。あ、じゃあ分かった分かった、牛を連れてこう。よし、いいね。もう洞窟探検はもういいので、じゃあちょっと変更します。牛を連れてこよう。とりあえずこれを持って行って行きましょう。いやー、もうちょっとね、あそこの、まあ、洞窟というか、そこ、奈落の底ね、ちょっと、あー、もうちょっと楽しかったらなと思うんだけど、あれあれ羊いないんだけど、ちょっとそこにいてって言ったじゃない。いた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 、あれ、よし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 、来てください。まあ2匹いたらね、嬉しかったんだけど。で、ここにさえ乗ってくれれば、ほら、オッケーオッケーオッケー、ここにさえ乗ってくれればオッケー。勝手に水の落ちないよね。よし、もう一回。子供みたいね。最近繁殖っていうのしてないから、子供もね作って。でもね、あれなんだよ、まあ、そこそこのパソコンではあるんだけど、やっぱりその 1.9 アップデートで少なからずはやっぱり重くはなってるとは思うのね。で、重くなってるプラス密集するというか、一つのなんだろう、チャンクって言ってるのかな、一つのね、こうエリアのところにいっぱいこう建物建てたりとか、あとはまあ敵も含めてモブだよね、を沸かせすぎるとカクカクしちゃうというのがあるみたいだから、ちょっと近場にね、いっぱい羊とか牛とかを繁殖させるっていうのも、カクカクしたらね、ちょっとやる方もきついと思うし、だからすーげー読み取れてないんだけど、羊がいないね、羊ちゃんいないね。ちょっとあなたです。よし、オッケー、よし、オッケー。この子を連れて帰りましょう。でも言うてもそこそこ距離あるね、そこそこ。とりあえずここまで連れてこれたからオッケーでしょう。結構ね、時間かかった。結構。まあ、距離としたら、まあ、普通に歩けばね、ちょいちょいちょい諦めるな。もうちょっとだろう。もうちょっとだろう、お前。しかも夜だしさ、まあ、危ないんだよ。ほら。本当にね、今のね、マイクラはね、危ないんだよ、夜。はい。来なさい。多分湧かないとは思うんだけどね。来たかな、 OK かな。よしよし、戦いたい気持ちはあるんだけど、もう死んでるからね。ちょっとね、スポナーもね、ちょっと見つけたいところではあるんだけど、おー、ちょい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 、やっぱり逃げるわ、柵つけとかないと。ここにするか、ここに1個上にしとくかな。はい、なんだやつ、乗らないの、乗った乗った、ここにしとくか。こうして、とりあえず狭いけど、では
倉では初めてですね。行きましょう。どうぞ。はい、どうぞ。新しい命が何色なんだろう。何色、どっち色、どっち色。こう、そっちの色なんだね。これ混ざるとほら別の色になったりするじゃない。なるほど、ちょっと薄くなってんのかな。まあ、ちょっと白が欲しかったっちゃ白が欲しかったんだけど、まあそしたらもう今度白連れていきたいと思います。小さい子だったらすぐここ入っちゃいそうだな。よし、とりあえず今日は終わりだね。ということで今回は洞窟のね、奈落の底を見に行こうっていう感じだったんだけど、まさかの、まあ、奈落の底にねクリーパーがいたから、あれはちょっと怖かったあれはちょっと怖かったけど、まあ結構な期待外れだったかな。期待外れ感はちょっとあった、かなりあった。だからまあちょっと泣きなしの、泣きなしのってのはちょっとおかしいけど、ちょっとあ、これじゃ時間短いな、じゃあ羊でっていう感じだから、ちょっと羊もねかわいそうかもしんないけど、もうちょっとね洞窟が広がってくれてれば嬉しかったなと思いつつ、待って、ストップストップストップ。おおおおお、びっくりした、危ねえ。ちょっと、ま、閉めてるんだから今、しかもシャベルで叩いてるでしょお前。閉めてるんだから、待って、危ない閉めてるんだからさ、今お前と戦ってる暇ないんだよ。危ない。よし、来てんだよな、来てるんだよな、マジで来てるんだよ。この中で閉めようこの中で閉めようよ。もう来てんだから、行こう、いざ行こう。でもね、 HP 見てごらん、 2.5 で 2.5、 これがねスケルトンだったら俺は諦めてますね。よし、でも全身筋とか、お前どんだけ、お前なんだよ、どんだけさ。おでもすごい、1しか食らわない。ちょっと距離置こう。多分ね一撃食らったら死ぬんだよねこれ。よっしゃ、ういね、どこまで話したかちょっと覚えてないんだけど、どこまで話したっけな。まあいいや、次回はおそらくここの海の向こう側に行くと思う。遠島ってことそんな遠くはないんだけど、まあ、村とか、あとはねエンチャントとかもねしたい感じはあるんだけど、最近ほらマイパート負けてるじゃないマイパート死んでるからさ、経験値が溜まってないんだけど、まあ、エンチャントとかもねしたいなと思ってるんですけど、おそらく次回は何かしらがない限り、この向こう側の島というか陸地かな、をちょっと探検しようかなと思うので、向こうにもほらサトウキビいっぱいあるじゃない。なんで、まあ、地図を作って探検をしようかなと思います。あと馬鎧も先日前々回のあれで手に入れたので、要塞で手に入れたから、まあ、馬も見つけられたらいいなと思ってるんですが、次回こそ向こうの大陸を冒険したいと思いますので、次回のパート16かな、のここくらも楽しんでやっていきましょう。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。